行くぞ。父は町の名物男だった。みんなはこう言った。トンビが鷹を生んだ。親父が死ねばよかったんじゃ、お母さんの代わりに。日本一不器用な父が目いっぱいの愛で息子を育て続けたトンビと鷹の絆の物語。アグラー。